神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00の公式ツイッターが14日に更新され、万太郎役の神木隆之介と竹雄役の志尊淳、末子役の浜辺美波のオフショットを公開した。爛漫の記事はこちら、以下、ネタバレあり。投稿には、神木隆之介さん&浜辺美波さん&志尊淳さんのオフショットタンポポの前で決めポーズ東京。で再会した万太郎と末子、これからが楽しみですね、と綴られ、タンポポの前でしゃがみ込み決めポーズを取る3人のオフショットを公開した。12日の放送では、万太郎は竹雄と共に近所の和菓子店、白梅堂を訪ねるが末子とは宮見す。店先でがっかりしつつたん。ポポに話しかけていると、末子が現れ再会を果たすというシーンが書かれた。この投稿に朝ドラファンからは、絵になる3人、格好良いタンポポトリオ、必殺シリーズみたい、タンポポの前でヤンキーズ割り3人とも決まっててかっこいいです、などの声が寄せられている。